作祭町の現場に来ておるんですけども、あの向こうの正面に見えるのが消防署の本部なんですけどもね、この向こうの方もこう見てもらうと分かるんですけど、こう結構深めの堀が、用水路がずっとあるんです。ほんでこう柵がないんですけどもね、この上からの水がここでまずこうカクッと直角になってるんで、ここで以前から溢れてたっていうんですよね。でそれが近年非常に激しくなったので、あの白い部分が新しく作った擁壁の部分です。これ多分上の方が池とかがあったらしいんですよね。あの消防本部のとこも池やったということで、田んぼや池なんかを埋めて舗装をして、で水を溜めておく場所がなくなったので、でどん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 ここへ鉄砲水のような形で水が出てくるという形になったんだと思われます。でこれどれぐらいですかね、高さで言ったら30センチかそこらはあると思うんですけども、この水が一時なんですけども、鉄砲水みたいになってきた時にはこの擁壁を乗り越えてですね、そしてどんどん水が出ていって、この正面のお宅のガレージの中の方まで入ってくると。そしてこっち側にも住宅地があるんですけども、あの住宅の一番奥側のお家ですね、正面のお家の辺までもまた水が入ってくる。床上浸水するほどの量ではないようなんですけども、でこの辺の方がお困りなのは、これ擁壁をしたんですけども、せめてこの鉄板のとこまではやってくださいと。そうするとこのセメントのとこからはもう出てこなくなるんで、でそれでうまいことこっち側へこう斜めになってここへ流れてるんですよね。でここへ流れたらこの水は溢れることがないというので、こっち側にうまく流してくださいということで、なんとかこの擁壁をもうちょっとまだかさ上げをしてもらって、そしてもう少し家側にも延長をしてくださいというお願いをしているとのことです。ちなみにこのごっつい洋館、なんじゃこの家はと思ったんですけどもね、東岸和田の駅前浜っ川にあります立花さんっていう、立花ビルっていうのが建ってるんですけども、そこのオーナーのお家でした。京西さんの看板がビルに建ってたんですけどもね、それであの看板違法ですから建てたらあかんでということを立花さんにはお伝えを申し上げました。はい、以上作祭町の消防本部下流のところの水が溢れ出る現場でした。